でっかい肉まん。でっかい肉まん、でっかいですよ今回は。オープニングで見た肉まんかなり大きかったね。顔の大きさと変わらないぐらい。そうなんですよ、相当大きな肉まんになりますので食べ応えはありますし、この生地の部分にですね、このホットケーキの火に合わせてホットケーキミックスを使って美味しく仕上げていきますので。ホットケーキミックスでこんななるんだ。そうなんですよ、しかも簡単にできちゃうということですので、今回ぜひ覚えていってください。では材料見ていきましょう。こちらです。まず肉ダネの方ですね。こちらが豚ひき肉 200g、 玉ねぎみじん切りにしたものです、1/2個、おろしにんにく、おろし生姜が各小さじ 1/2、 酒、醤油、砂糖、ごま油、オイスターソース、片栗粉が各大さじ1。これが中身の方ですね。この肉ダネのレシピは、うん、普通の肉まんの中身。そうですね、多分みんなが好きな味わいの肉ダネになってると思います。はい、こちらを用意してもらって、生地の方がちょっと変わってますね、うん、ホットケーキミックス 150g、 水 50cc、 サラダ油小さじ1と、これで生地を作っていくわけですね。じゃあどんな感じなのか作っていきましょう。まずボウルに、はい、ホットケーキミックスが入っております。ここに水とサラダ油を入れて一つにまとめていきますね。はいはい、水が 50cc です。サラダ油がこちらが小さじ1と、はい、入りました。うんうん、でこれをですね、こうこね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 手でまとめていきますと、まあ、3、4分ぐらいこねてるとですね、いい感じに、はい、このぐらいの感じにまとまっちゃいます。こんな感じ。あ、まとまって今ラップでくるんでるんですね。そうです、生地っぽくなりますよね、うんうんうん、でこう粉っぽさがなくなってまとまりましたら、こんな感じでラップをして10分ぐらいお休みしてていただくと、うん、おやすみ、おやすみなさい。寝かせる。で寝かせてる間に次の工程ですね。はい、ボウルでございます。ここ、はい、これはあの肉だね、先ほどのですね分量全部入れまして、はい、でちょっと粘り気が出るまで全て混ぜ合わせた状態のもの。これ混ぜ合わせた状態。そうです、はい、あの材料全部入れて混ぜた状態がこれですね、はいはい、とかしてたらですね、多分10分ぐらい経ってると思いますので、続いての工程ですね。この10分休ませたこの生地を、うん、クッキングシートありますね、クッキングシートとこんな感じで、はいはいはい、あ、伸ばすんですね。そうなんです、伸ばしていきます。今ちょっと途中まで伸ばしてますよね、はいはい、これを挟んだら棒で伸ばしていく感じですね。なるべく綺麗に円形になるようにね。そうですね、はい、まあ、すごくね綺麗にしなくてもある程度で大丈夫ですけども、うん、できるだけ包みやすいように丸くこうやって伸ばしていってください。これできるだけね思った以上に伸ばした方がいいですよ。はい、そうです、うん、お肉がはみ出ちゃう時がありますから。そうだ、これねリハーサルでね伸ばしきれずにね肉包めんかったからね。そうですね、真ん中にぽっかりね皮が足りない状態になっちゃいましたから、ちゃんと全部包めるように、はい、思ってた以上に伸ばしてください。伸ばしました、この状態ですね。でっかいシューマイになっちゃいますねそういうことですさあ今回どうなのか。でこの伸ばす棒がない方はあの、うん、ラップの芯とかでね代用できますんで伸ばしてみてください、はい、さあ伸ばしましたね。伸ばしたらここに、さあ、はい、本番うまくいくかな。怖いですね、中心に、はい、これ量がありますから、うん、リハーサルよりはね、はい、結構ねあの広く伸ばせてると思うよちゃんとリハーサルの話するんだからこの人ってば。さあじゃあこれをですね包めるかな。さあどうなのか。包めそうですね。包めそうですね、ちょっとこう絞りつつ絞りつつですね、うんうんうん、なんか真ん中のシワシワのね絞りがあるとちょっと本格的に見えるよね。濃いですよね、うん、あ、大丈夫そうですよ。あ、いけそう、いけそうです、いけそうです。なんだ、包めちゃったな。よかった、みんなほっとしてます多分これ。つまんねえな、岡田さんだけです、そんなこと言うのははい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 、包めた、包めた、こんな感じで包みましたね。ちょうどいいぐらいじゃない、いい、あー上手、これがリハではできなかったんですさあ包みましたね。包みましたらですね、クッキングシートもこう一緒に軽く包みまして、これをですねそのまま炊飯器に入れます。これそのまま、はい、内釜にですね今、うん、お湯が 100cc 入ってるので、クッキングシートごと入れまして、で早炊きボタンをポチッと押すだけでできるんです。早炊き、そうですね、事前に入れてましたんでどうなのか見てみましょうか。よいしょ、こんな感じですね。よいしょ、ちょっと取り出してみますね。横のシートごと早炊きするんですね、はい、横に行きました。はいはいはい、
はい、こんな感じです。おお、ちょっと肉見えてる。これがおそらくリハだったやつですね。で、竹串も刺しまして、うん、生地もついてないですし、火が通っていれば完成でございます。竹串を刺して抜いて、うん、生地がついてたらもうちょっとだよってこと。そうですね、まだ生の状態の可能性があるので火を通してしっかりとお願いします。